はい、社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願い申し上げます。今回はですね、はい、ベーシックインカムについてお聞きしたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願い申し上げます。ベーシックインカムっていうのは、まあ、非常にいいことなんですけども、はい、今の日本とか、あるいはこれから先10年後、20年後、30年後の日本では多分不可能だと思います。不可能な理由は何でしょうか。はい、不可能な理由は、例えば欧米でどこでしたかね、フィンランドかベーシックインカムを取り入れているようなところがありますよね、はいはい、ああいったところは税金が高いんですよ。税率が 50% とかね、めちゃくちゃ高い。高いんですよ。でもう全部医療からなんからタダだという国なんです、はい、でそれはあの国だから、歴史の中からできてるんですね。あれは突然できたんじゃないんです。昔からそういう制度、そういう制度っていうか、ものの考え方があるんですね、はい、で日本みたいにこんないい加減な国でね、突然いい加減な国なんですよ。いい加減な国でベーシックインカムなんていうのは根付かないと私は思うんです。なるほど。根付かないと。というのは、例えばドイツが、今回の戦争でもね、はい、ドイツあたりは経済を立ち直らせてて、たくさんの黒字の国じゃないですか、はい、だから少々もう不況になっても、国が金持ってるからそう大きな影響はないわけですけども、はい、日本なんて大赤字の国なんですよね。そう言われてますね。そうですよね、はい、それを立て直そうとしないじゃないですか。どんどん借金が増えていくわけであって、はい、立て直しすることはないと、はい、そんな国でベーシックインカムなんてやったらとんでもないことが起きて、もう破綻しますよ。誰も働かなくなります。ああ、国が破綻して誰も働かない。そうです。だって税金を 50% 今背負うと、ね、じゃあ毎月一定の金額を給料出しますよって言っても、誰も出したくないもん、うん、だって政府が信用できないわけですから。だって年金のお金だって、我々たくさんの年金を皆さん払ってるけども、はい、それをどっかに適当に運用して初めてそれで払っていけるような仕組みを作ってて、はい、そして運用したらそれを失敗して全部損しちゃってるわけじゃないですか。あれは本当に重い罪だと思いますねそうでしょ。で、人から預かった金を、もし私たちがね、人から預かった金を運用して失敗しましたっつったら、それは罪ですよ。国だから罪に なってないだけであって、はい、もうむしろね、私は預かった金はもう運用せずに置いといてほしいと。そうです、ね、で預けた分だけでもいいからね、返してほしいっていうのが思いなんですけども、はいはい、そんなことが平気でやられてる日本の風土ですから、それをいきなりね、ベーシックインカムっていう制度を取り入れようと思ったって、はい、それはもうとてもじゃないけど私は絶対無理だと思ってます。根付かないっていうことですか。根付かない。じゃあ社長が考えるベーシックインカムは日本に向かない。向かないですね。今やられているのはベーシックインカムは日本の制度っていうか、日本国民には、今の日本国民には無理ですね、うん、100年ぐらいかけて日本国民の意識がこう変わっていって、文化が変わってくれば、まあそれは可能でも、まあ、200年ぐらいでしょうね。100年では文化ってそう簡単に変わりませんから。社長が思うベーシックインカムは今は不可能ってこと。私はもう不可能だと思ってますね、はい、ではちょろっとあの言葉に出ました年金問題ですね、はい、はいはいはい。今の若い人たちは年金は払うべきですか。いや、それはもう日本という国は法治国家ですから、法治国家で決まってればそれは払うべきっていうか、払わなきゃいけないんです。いけない。じゃあ払っても期待していいんですか。いや、払っても期待してっていうとまあ今の日本の政府では期待はできないんじゃないですか。期待はできないっていう風景は、例えば今の25歳ぐらいの人が払ってるじゃないですか。その人たちがじゃあ年金受給資格を得た時に、社長はどういう風になってるっていう風に思われますか。まあ、自分が払った分ぐらいが返ってくれば最高でしょうけども、まあ、それも最終的には返ってこない、まあ、今なんかやってるじゃないですか。85歳からもらうと何パーセントかもらえるよとかね、80歳まで待ってるといくらですよとかっていうのは、あれはもう支払いの引き延ばしですから、簡単に言うと。美味しい話して結局払わないようにしよう。そう、支払いの引き延ばしですよ、ね、給料を15日だけども1ヶ月先に待ってくれれば1割上がりますよっていうようなもんですよ、簡単に言うと、はい、なんか半分騙しに聞こえちゃうんですね。そうなんです。だから多分ね、どんどん破綻していって、今の若い人たちは多分もらえなくなっちゃうような気がしますね。もらえない可能性もあるってことですね。高いですね。払った分が返ってくれば最高、それ以下になっちゃうような気がしますね、うん、でも今の日本の年金っていうのは貯金ではなくて、若い人たちが、今のやっぱり日本の先輩方、あのおじいちゃんおばあちゃんたちを支えるっていう仕組みになっていて、そうです。おじいちゃんおばあちゃんたちの数が増えちゃってるから、少ない若者で支えることがもう現実
実的にできないような流れになってるから、その若者がね、この年いった時にはさらにもう支える人はいなくなっちゃいますんで、人口が減っていってますからね、どんどん減っていってますから、ということはもう論理的には100歳になったら出るよぐらいにしとかないと破綻するってことですよね。ああ、もう最終的には今の年金制度っていうのは、まあ、何年先か分かりませんが大幅に改革か、もう今の制度をやめて、はい、もう一回一から考えようっていうことになるような気がしますね。もうそれこそグレートリセットみたいなことが、そうです、年金で起こらないとちょっと難しいってことですよね。そうです、そうなっちゃうんですね。僕もなんか現実的ではないなと、人口が減ってる段階で、あれはなんか高度経済成長期でこう成り立っていた論理のように見えるんですよ。そうなんです、そうなんです。だって今私たちが法人を起こすとね、復興税っていうのがあるんですよ。どんな小さい会社でも割り当てがあって復興税があるんですね。で、復興税っていうのは大震災の時にできた税金の制度なんですよ。今もこれ必要なんじゃないですか。今も復興税で、復興税でその大震災のところを復興するんじゃなくて、今後何かあった時にいけないから復興税を使って道路をやろうとか、沖縄の道路をやろうとかね、なんかわけのわからんものに使われてるみたいでして、本来の復興税の意味がないなと。それがもう永遠とずっと続くんだろうなと。その金の使い道が何も復興だけじゃなくて、復興を名目になんか勝手に使われているような気がしてならないんですね。もうこれと同じように、その若者たちが納める年金もなんかうやむやになって、最後はちょっとこれはダメだからもういっぺんやり直すかっていう時代になっちゃうような気がしますね。もう引き延ばしも限界があって、現実的じゃなくなってそうですっていうことですよね。じゃあやっぱり若い子たちは年金はもう制度だから、日本国民である以上払わなければいけないけど、これはもう法律ですから、それはもう仕方がないと考えて、自分で、水木しげるさんが言われたように、そうですね、働かなくてもお金が入ってくる仕組みを考えなきゃダメ、考えなきゃいけないってことですね。その通りです。その通り。そうなるとやっぱり起業しないと夢はあんまりないような、そうですね、気がしますけどね。私たちはこれからやろうとしてるその事業もあるんですけども、はい、そういったものでね、古物屋本舗なんていうのをスタートしていくわけですけども、はい、そういったものでも使いながら、まあ、プラスアルファで稼いでもらったら少しでもいいかなとか、そんなこと思ってますけどね。自分の別のインカムラインをちゃんと作っていくってことですね。そうですね、そんなように感じますね。なかなか厳しいので、社長、いつかですね、みんながこう実践できる起業塾をぜひ、社長の経験をですね、こうやる気のある方に渡してもらうような、そういう機会を作っていただければ、やっぱりこうずっとこう給料もらってる人からすると、どう出発していいかも分かんないと思うんですよね。そうなんですよね。それをもう本当にゼロっていうか、マイナスから立ち上がってきた社長が生きるサバイバル術というか、もう技術というよりも鍛錬というか、精神をどう保って、どういうふうにやってきて、いろんなシチュエーションでも生きていくことができるっていうマインド作りですね。そうですね、まあ大事ですよね、うん、そういうのをですね、いつか機会があったらぜひ考えていただいて、皆さんにお伝えいただければないいなと思ってます。わかりました、頑張ってやってみます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも。皆さん、本日も長い時間ご視聴いただきありがとうございました。どうかこれからも頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。